こんにちは。こんにちは。山崎です。ゆきぴょんです。とうとう皆さんにお披露目できる時が来ました。お待たせしました、ブラシです。長らくこの豚馬混毛ブラシ、この豚毛のね、はい、これも欠品していて入荷しました。そして新作もあります。はい、ちょっとそれを今日皆さんにお伝えしていこうかなと思います。まずこれはまあ定番で豚の混毛ブラシ、はい、まあ、仕様変更なしです。でまあ在庫がなくなってたんで作りました。はい、そしてこちら馬毛、白馬毛、白馬毛、はい、これはですね定番化するつもりはなかったんですよね。はい、前大量在庫を抱えてしまいましたみたいな動画を上げたんですけど、はい、あれ本当ですからね本当で、まあ、この差が分かりにくいと、白同士なんで、なんで茶色の馬毛にするって言ってて、で定番化するつもりなかったんですけど、白馬毛の熱狂的なファンの方々も、はい、一定数いらっしゃる。で白馬毛がいいというコメントが結構あったよね。そう、でまあこの2つに比べると少量ではあるんですけど作ってみました。はい、そしてなんといってもこちら初登場、はい、茶色の馬毛、動画で何回か言ったような茶色の馬毛作ってますみたいな、それです。仕上がりました。やっとできました。これね自信作、自信、まあ、全部なんだけどっていうのもこの絵に対してこの茶色の絵が合うんかなってちょっと心配だったね。なんだけどこうサンプルできた瞬間、うわめっちゃいいじゃんってなって、これはなんかほんまに雰囲気出ていいと思います。高級感があるね。うん、でまあここ、まあ、これは用途はクリーム伸ばす用のブラシなんで違うんですけど、ここ購入迷われる方がおるかなと思って、この違い説明していこうかなと思ったんですけど、基本的に毛の長さも一緒です。で違うところで言うと白曲げか茶色の毛を使ってるかその違いなんですけど、ここは以前アートブラシさんにブラシを作ってくれてる工場に行った時に職人さんに聞いたところ、白の方が気持ち柔らかい気がしますということでした。でもね触ったら確か比べたらそんな気もするけどもほんまに誤差かな。なんか分からんけど、前回作った白馬毛よりは今回の方が柔らかいような気もするし、もしかしたら毛のなんかその硬さ的な、なんか馬自体の個体差とか個体差みたいなのもあるんかなみたいな。だってここは硬さとかそういうので選ぶんじゃなくて見た目で選んでもらっても全然大丈夫な許容範囲かなって感じです。で、これは本当に見た目で選んでください。用途で言うとホコリ落としです。ホコリ払いで、あとは絵は全部一緒です。はい、オリジナルの絵を使ってます。小判型、小判型使いやすいです。そして今回皆さん在庫を見てもらいましょう。準備します。ちょっと一回止めてください。はい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 、こんなもんか。はい、はい、やりましたよ。やっちゃってますね。今までで一番やったもんこれはマジのチャレンジね何千個とかじゃないけど、うん、いやーしびれるね。まあ、前回に比べたら多いよ、一番今までで多いもん。量的に言ったら多い。まあ種類が3種類になったっていうのもあるけど、最初はまあ豚毛だけで始めたけど、まあ種類が3種類になったこともあって、まあしびれましたねアートブラシさんにこう発注のはいはいはい、はい、あれするときにちょっとビビったもん、ね、自分で、うん、数えるかなみたいな。まあ、でも YouTube のコメントとかでもいっぱいしてもらっとったけ、うん、みんなのところに、まあね、届けたい、まあ、ちょっとずつ進化、うん、こういう感じで、まあ、なんで使ってくださいお願いします。お願いします。あ、でもちょっと白うまげはこっちに比べると少量なんで、気になる方は早めに、はい、まあ、これもほんまに何百本で作ってるわけじゃないんで、まあまあまあ、でもなんかあれはね、前の大量在庫を抱えてしまいましたね。はいはいはい、あれのなんか続きというかさあれで売れたけって味しめたなこいつみたいな思われそうなんだけど、あれはマジで違ったもんね。多分今みんな画面越しにニヤニヤしてまたまたっつって。いやいやいや、だとしたら俺ほんまなんか自分でビジネスセンスあるわと思う。確かにビジネスセンスというか、なんか YouTube うまく使いこなしてるわと思う。まあこれはね、じゃけ前は値段下げたけど、今回は料金そのままでいきますから、はい、料金の説明したまだしてないね。はい、じゃあちょっと一回これ下げて、はい、食べ物じゃないんで腐らんっていうところはまだいいね。まあ確かに、うん、では最後に料金の説明していきたいなと思う。はい、税込み金額で全部お伝えします。はい、まず豚馬混毛ブラシ、はい、こちら3000円、あ、ごめんなさい3300円税込み、ごめんなさい、はい、税込み3300円となっております。はい、そしてこちら馬毛茶色白両方とも金額一緒です。はい、3630円、3630円、はい、はい、なんでこっちよりまあ300円高いですね。金額は3000円よ。それはでもほんまに兄弟柄のあれを差し引いても3000円には見えんよね。うん、めっちゃ高級感がある。俺のやりたかったことはこれない。急になんかいやほんまにまあまあまあ過去の動画で見てるけどね、まあ手植えとかだったらこういうねシルエットのやつがあるけど、使い植えでもちょっと金額を抑
変えてファン型でっていうのですごい昔からずっと作ったので YouTube やっているからこそできたことなんで、うん、気になった方は購入してみてください。最後に使用感みたいなのをちょっと靴で見せる。はいはい、じゃあのこれの使い方、ブタケブラシの使い方は乳化性クリームを塗った後に、ごめんなさい今塗ってないんですけど、塗った後にこいつでブラッシングしてあげる、うん、そうするとずっと使ってる、まあ、黒なんですけど、こんな感じでブラシが育ってきます。おー、これね、育ってますね、うん、このブラシ前も言ったけど、あのどんどん育てていってほしいブラシなんで、あのブラシもクリームを吸い込んでいくことでこれだけでも結構ツヤが出るようになる。靴もブラシも育てていく、この上も育てていく。おお、ウィンウィンウィン。そして馬毛、はい、これはもう本当に単純です。家に帰った後にもうさっとホコリを払ってあげる。口の方とかも入りやすいように毛を長くしてますので。ちなみに最後にさっきから何回も言ったけど、大量在庫を抱えてしまいましたっていう時にブラシのね白馬毛を作るってなった時に4センチと 3.5 センチで作ったの、はい、で4センチはちょっと長すぎるなと思って 3.5 センチで量産しました、はい、で 3.5 で切って切っとったんだけど、ちょっと長くしたいなってまたなんか変な言い方が変になりますね。そう、でも4センチ長すぎる、中間取ろうっていうことで今回もらせ 3.7 センチします。 3.7 センチまさかね、刻みます。で、まあ前回これを買ってくれた人はなんかマジかよって思うかもしれないけど、そんな違いはないんですよ。気持ちない、ほんまに。わかる、まあ平行にしてみたらわかるけど、ああま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 あ使用感がそんな違うかって言われたらあれなんだけど、まあ、変な山崎が出ちゃったんでね。そう、それなんだっけ。まあこれはね、前回3000円、俺ジャストで確か出したんで、うんうん、まあこれ600円ぐらいの方が高いんで、まあ、勘弁してください。もうこれでこれでもう定番できます。 3.7 定番できます。 3.65 とかにはならない。ならない、会社さんに断られる。 3.77 でこう玄関でパッパッパッと掘り落として巻き終わった。はい、で仕上げとかにもいいかもしれないですね。乳化性クリームを塗ってブタ毛ブラシかけて、で最後から拭きします。このから拭きの後に馬毛ブラシをかけといてやる。ほう、そうすると乳化性クリームの老分がちょっとずつなんですけど馬毛ブラシにもついてくる。で帰ってブラッシングした時のその馬毛のブラッシングだけでもツヤが出るんだ。おお、これはでもすぐバナナになんないですからね。豚の方が育ちやすい。ああ、まあでも、まあ、まあそうだね。乳化性クリームつけた後にガッツリ。で、ブタ毛ブラシはあの洗ってもいいですかとかってコメントがあったりするんだけど、基本的に洗わなくていいと思います。僕も洗ったことないです。せっかく育ってる。で、こういう100均のコームがあるんで、これでたまに溶いてやるぐらい全然大丈夫です。おお。まあ乳化性クリームをこうやって取って塗るわけじゃないんで、うん、表面に塗ったやつを伸ばすでこっちにべったりそんなつくことってないと思うんで、そんな感じのケア方法で大丈夫かなと思います。はい、それではそんな感じで終わりましょうかね。はい、販売方法、はい、あの本日からこの動画公開してる今販売開始してますので、はい、ぜひ皆さんペットのオンラインストアの方概要欄の方にリンク貼ってますので気になる方は購入してみてください。それでは、乾杯目指します。一緒に目指しましょう。はい。じゃあ、ありがとうございました。